新入生の諸君や、わしが講師じゃ。わしの塾に入るにあたり、入塾心得を申し渡す。よくよく心得て、片時も忘れぬように。一つ。マニュアルを読んだら、必ず体でやってみる。そうすると勉強が面白くなる。わしの塾で教えるのは、礼儀作法、音楽、読み書き、弓術、戦車の操縦、算術、以上6つじゃ。いずれも、やり方を、まずわしが説明する。つまり座学じゃ。そのやり方を、諸君たちが、頭で十分理解できたら、実際にやってもらう。つまり実習じゃ。わしの塾ではすべて、座学と実習は、セットじゃぞよ。二つ。いろんな身分や外国の学友と、語り合う。そうすると塾生活が楽しくなる。諸君たちは、様々な身分や、生まれ故郷を持っておるじゃろう。じゃが、身分や出身国は、この塾では一切平等じゃ。差別やいじめは、断じて、ならん。やった者は、即座に破門じゃ。それより、自分とこんなに違う者が、世の中におる驚きを、楽しんでもらいたい。面白いやつというのは、必ず、自分とは、全然違うものじゃ。その、互いの違いを認めながら、見習ったり、教えたりしながら、仲良く過ごしてくれ。三つ。できないものを馬鹿にしない。しているうちは自信がないと、知る。人には、得意と不得意があって当然じゃ。じゃから自分よりできないものがいても、決して馬鹿にしては、ならん。それよりも、互いに足りないところを教え合い、助け合うように。人を馬鹿にしているうちは、学問も技も、まだまだじゃ。自分に、自信があるなら、人を馬鹿にする必要など、ないじゃろう。それがわからぬうちは、卒業できぬし、貴族にもなれぬぞ。とにかく、塾生同士仲良くせい。いじめや差別は絶対に禁止じゃぞ。人をいじめるような奴は、わしがじきじきに、ぶちのめしてやる。もう一度、繰り返す。一つ。マニュアルを読んだら必ず体でやってみる。そうすると勉強が面白くなる。一つ。マニュアルを読んだら必ず体でやってみる。そうすると勉強が面白くなる。二つ。いろんな身分や外国の学友と、語り合う。そうすると塾生活が楽しくなる。二つ。いろんな身分や外国の学友と、語り合う。そうすると塾生活が楽しくなる。三つ。できないものを馬鹿にしない。しているうちは自信がないと、知る。三つ。できないものを馬鹿にしない。しているうちは自信がないと、知る。良いかな。よく多く、心得るように。